皆さんに、言わないといけないことがあります。改まってどうしたのよ？私アベル、蜘蛛の女王を辞めようかなと思います。いやいや急に何トンチンカンなこと言ってるのよ。どうしたの？いじめられちゃったの？そんなしょぼっちいことじゃない。僕は重大なことに気づいてしまったのだよ。重大なこと？そう。こんな見た目だと女の子にモテないのではないかということだよ。は？さすがにこんな見た目じゃ女の子も怖いだろうからね。元の姿に戻ったところで、モテると思ってんの？ということで前回のあらすじ。くもみちゃんと冒険に出ていたら、蜂の巣を発見。だけど襲ってくる様子はなかった。もしや俺に気があったのかな？その後、人間 VS 狼という熱いバトルに遭遇。水中戦に持ち込まれ、さすがの狼も手が出せない。なかなかの高等テクニックですなぁ。でんで、新たなクモちゃんを誕生させることに。そのクモに素晴らしい名前を付け、そのネーミングセンスに浸るアベルなのであった。前回入手したこの脳みそ、ゾンビたちに渡してみようかなと思います。そうだね、早いとこ友好関係を戻しておきたいからね。ああ？やっちゃうの？やっちゃうしかないでしょう。脳みそやいは大いに越したことはないからね。この人間たちは、敵対しないのかな？特にしてる感じはないんだよね。落としゃなかった。で、その脳みそ、ゾンビに使ってみるんだよね。もちろんよ。まあ、本当にうまくいくかはわかんないんだけど。しっかりしろよな。ゾンビ、いるかな？お、いるみたいだね。ほならこいつらに脳みそあげてみようかね。あげる、投げ捨てるってことでいいのかな？多分、その方法ぐらいしかないからね。うぬおー。これで敵対状態がか、は？いざいよー。ちゃんとハートマーク出てたのになんで？これはあれだね。アベルが個人的に嫌われてるってことなのかもね。なるほど、そういうことだったのか。いやそんなの納得いかないよ。なになに？なるほどね。ゾンビたちはあなたの奉仕を受け入れました？彼らはまだ敵対的です。なるほどなるほど、一個だけじゃ足りんのかーい。ゾンビの怒りはそう簡単に収まらないってことだね。いや、まあ、確かに仲間を眉にしたけどさ、それの何が悪いってのさ。うわぁ、開き直ったよこのクズ野郎。えへへ。さてさて、今回は何しようかな。アベルアベル、前回言った目標二つ覚えてる？そりゃあもちろん覚えてるよ。言ってみて。一つ目は狼の眉をゲットすることで。はいストップストップ。もう、それがどうしたの？君、前回狼の眉ゲットするって言ってたよね。それなのに狼の剣に何も触れずに終わったよね。なんでいちいち触れなきゃならないんだよ。だから逆ギレしてんじゃねえよ。ズビバゼンデジだ。どこにもいばゼンデジだ。ほんとかなぁ？聞く。あそこのタイガバイオームを探してみようかなと。最初からそうしろよなぁ。だって、前回は炊飯くんがメインだったみたいなところあるしゴニョゴニョ。うわぁ。こんな遠くまで届くんだねこれ。もはやチート性能。何はともあれ、タイガに到着したんだけど、狼ちゃんどこ？狼ちゃん来たー。案外近いところにいたのね。これで狼の眉がゲッツできるぞ。狼ちゃん、クモちゃんに転生させてあげるからねー。一発。もっといっちゃおまたもや一発。さ、3回連続で一発？アベル、もしかしてだけど、チート使ってる？使ってるよね？おせがチートなくて使うわけなははは。こいつ完璧黒だわ、通報しよ。あんまりだー。ということで、全部の狼ちゃんを眉にしちゃいました。これで回復薬のクモちゃんが孵化させられるのね。そういうことだ。あ、狼ちゃんの能力見とこうか。ヘアルスインジュアースパイダーズ。負傷したクモたちを回復させる能力だね。そんでもって、ローヘルス。ステータスが全体的に低いってことかな？まあ、ヒーラーは体力とか低いイメージだからね。でも、これでクモちゃんたちが死なずに済むってことだ。クモちゃん思いのいいお母さんになったもんだ。自分のことを母グモと思ってる精神異常者だ。戻って聞いたよ。ということで、早速孵化させていきましょうか。どうかしたの？早く孵化させようよ。あてね、やばい。へ？孵化させるための卵がないよー。苦笑？盲点だったぜー。いやいや、ただの準備不足だと思うんだけど。どうするの？狼ちゃんの眉からドロップ狙っちゃう？いや、ここはあれを探そうかなと思うよ。あれ？
洞窟のどこかにアリノスが、一定確率で生成されるようになってて、この洞窟のどこかにもアリノスがあると思うんだよね。なるほど、そのアリを眉にして卵をドロップさせるってわけね。あぶあー。突然発狂するなよ。あ、アテネアリノスだよアリノス。え、アリノス？今あったのがアリノスだったの？そうそう、あれに近づくとアリがスポーンするってわけ。まあ、アリのスポナーみたいなものだね。ほうほう。あれを使ってトラップ的なのを作れたら、アリの眉がゲットし放題になるのかな。ああ、確かに。君、天才だね。なんのなんの。枠かな？枠かな？もうちょい距離詰めてみようか。慎重に、慎重に詰めるんだよ。これでもダメなの？ダメみたいだね。ドキドキ。きたー。でかーい。早く、早くあいつ捕まへへー。お、思ってる以上に足が速いぞ。だが、アベル様の前では無力も当然よ。だはははは。はこんな巨大なアリに噛まれたら、腕が引きちぎられそうね。引きちぎれちゃうの？そう、ざっくりと。ざっくりと。巨大アリ、マジ怖し。うっしっし、問題です。唐突だな。この5体のアリからいくつの卵が出るでしょうか？右上の Eマークから答えてみてね。結構卵の確率って低いからな。そんじゃ、まずは一つ目ね。はずれ。これはなんちょ。一つ出たみたいだね。いや、卵の数をよく見て当てね。へ？二つ同時にドロップしてるー。これはなかなかのレアな眉だよこれ。残りの三つからは何個出るかな。一個。ってことは、正解は三個ってことだね。いや待て、これただの勘じゃん。みんなだって一度は経験してるでしょ？わかんない問題の答えを勘で書くこと、そういうことなのだよ。そういうことだったのか？よーし、これであとは待つだけの作業だ。狼の雲、かわいい姿であってくれカブトムシの襲撃だ、全員戦闘態勢に入れあー、かわいいカブトムシちゃんが。はぁ、あ、はぁ、あ、急に大きくなったかと思いきや窒息し出すのやめて。いやいや、何が起きた？カブトムシを倒したことにより、レベルアップしたってことなのかな。1レベ上がるだけでこんな成長するとは。たまげたなぁ。あれ、クモミちゃんも背中の模様が変わってる。言われてみれば。クモたちのレベル上げって、結構重要になってくるのかもね。だねぇ。炊飯くんなんて、もうアベルと同じぐらいの大きさだからな。お母さん、嬉しいよ。うぐうぐうぐ。はぁ、あ。さあ、いや待て。なんだこの天使。かわいい。なんだろうこの、すべてのかわいさが詰め込まれてる感じ。最高だね。最高だね。にゃに。もしかして、僕に対して求愛してる？ないでしょ。いいからさっさと名前決めなよ。はひ？もうね、名前なんてのは一つしかないと思うんですよ。と言いますと？スパイダー界のエンジェルこと、天使ちゃん一択でしょう。天使ちゃん、まあ安直だけど、クモ界のエンジェルなのは確かだね。だよねだよね。さあ、クモちゃんたちも結構増えてきたことだし、拠点についても考えないといけないんだよね。こんな貧相な拠点じゃさすがに狭くなってきたからねー。そうそう。って、天使チュアンが下に落ちちゃったよー。早速何してるんだ。やっぱりこの拠点、危険すぎる。なんとかして天使ちゃんを救出しないと。急がないとそこのクモに食べられちゃうかもねー。へ、変なこと言わないでよ。このスパイダーロットを持って連れてきたらいいんだ。冴えてるぜー。普通だと思うけどなー。あおやあおや。って、天使ちゃんどこ？かくれんぼはいいから出ておいでよ。どこにも、いないみたいだね。は、まさかそんなわけないって、天使ちゃんがどこかに消えるわけないだろう。一旦拠点に戻って落ちちこふ。なんでこんなところに糸が。嘘だって。炊飯くん。炊飯くんまでもがいなくなってる。いや、糸が落ちてたってことは、自殺っていう可能性もありえるな。何冷静に考察しちゃってるんだよ。天使ちゃんと炊飯くんがいなくなっちゃったんだよ。誰のせいだろうねー。嘘だと言ってくれ。嘘だと言ってくれー。